るほど。そしてお二人の目の前でまさに歴史が消失したんですね。うん、さすがにあの瞬間は終わった。しかしネプテューヌさんが自らを犠牲にして助けてくれたと。そういうこと。感謝も感動もどっか飛んでっちゃったけど。いや、そんな立派なものじゃないって。むしろ当然の行動。あの時は体が勝手に動いちゃってさ。でもよかったよ、二人とも無事で。私だってこの通りちゃんと。あのさ、お願いだから喋らないでくれる？どうして？ここはむしろお互い生きて再会できたことを熱く喜び合う場面でしょ。この際はっきり言うけどね、私の愛車がおバカで間抜けな声で喋るのは我慢ならないのよ。おバカ？それはひどい。いくら愛ちゃんでもあんまりだよ。だから喋るなって言ってるでしょ。しかもこんなダッサい色になっちゃって、塗装代いくらかかるかしら。いやいや、これ流行最先端のカラーだって。全然ナスっぽくなかったし、リアルで真似する若者急増間違いなし。だから喋らないで。そしてネプテューヌさんは歴史とともに消えてしまったけれど、どういうわけかあのバイクに取り付いたみたいだね。不思議なこともあるものですね。あ、その一言で片付けちゃうんだ。さてアエフさん、お気持ちはわかりますけれど、そろそろ。私の気持ちが簡単にわかるわけないでしょ。わかってるってどういうこと？まさかイースもおバカなナスとか思ってるの？いえ、そういうことではなく、これはただのバイクじゃないんだから。長年苦楽を共にした私の相棒なのよ。それがこんなひどいことになって。あの、ですから。で、アイちゃんも言い過ぎ。親友の私がバイクになったんだよ。相棒と親友の夢とトッキングだよ。むしろ喜んで叱るべき。全然親友じゃないわよ。1億を譲って親友だったとしてもこの色は許せないし。いい加減にしてください。イースンが切れた。今はそんなくだらない言い争いをしてる場合じゃないんです。皆さんは身をもって体験してきたんじゃないんですか？悪かったわよ。海より深く反省してます。分かっていただければ結構です。こちらでもいくつか分かったことがあります。ようやく話が進みそうだね。悪かったわよ。って、あなたは随分落ち着いてるのね。こっちはシリアスに落ち込んでるんだよ。君の方はまだバイクでマシかもしれないけど、私の方はサターンが。ああ、そうよね、ごめん。なんだ私の方はか。まず今現在も進行形で歴史の消失は続いています。ネプテューヌさんのいらした時代だけでなく他の時代でも。原因はまだ不明？はい、力不足で申し訳ないのですが。気にしない気にしない。イースの処理能力が低いのなんて今更だし。全然フォローになってません。そもそもどうしてネプテューヌさんが私のことを知ってるみたいに言うんですか？いや、なんとなくそうかなって。ちっちゃくて持ち運びに便利だけど能力は低いと予想した。失礼なこと言わないでください。私は持ち運ばれたりしません。そっちに怒るんだ。いいから、続き。この子に付き合ってたら話が進まないよ。あ、いけません。私としたことが。
状況を調べてる中で一つ気になる発見がありました。先ほど申し上げた通り、各時代の消失は続いているのですけど、IF さんと瀬上さんが調査した時間は消えていないんです。それってつまり、さっきまで私たちがいた時間のこと？ただの偶然じゃないの？もちろんその可能性もあります。いえ、その可能性の方が高いでしょう。ですが、間違っていなければかなり有効な対抗手段よね。歴史、時間の消失、なんか大きいのが頭の中に引っかかるような。ですので、お二人には原因の調査と並行して一つでも多くの歴史を直に見て観測してきていただきたいんです。まあどうせ行くことになるんだし、ついでに済ませられる話よね。はい、ですので負担が増えることはないかと。無論今回のような危険な目に遭う可能性はなくなりませんが。それは仕方ないわよ。一度見たし、次は早く逃げられると思うわ。あ、待って待って、イースン。気になってたんだけど、イースンってイストワールのこと？うん、我ながらナイスネーミング。呼び方は何でも構いませんが、何でしょうか？お二人はって言ったけど、違うよね。私もいるよね。あ、そうですね。お二人と一台に訂正させていただきます。そんな厳密じゃなくても三人でいいじゃん。三人で、むしろ数に入れなくてもいいわよ。だからアイちゃん、冷たすぎるってば。そう思いたくはないけど、一応命の恩人なんだよね。そうそう、命の恩人。そこをアピールしてくるわけ？いや、もうぶっちゃけ全然気にしなくていいけど、私が勝手にやったことだし。おまけに私、どこかの少年が憧れてた機械の体まで手に入れちゃったしね。まったく、どこまで本気なんだか。この件が解決したら、ネプコも元に戻るのかしら。正常な歴史に戻るということでしたら、おそらく。よし、切り替えていくわ。とっとと終わらせて、このバイクから出て行ってもらう。それが当面の私の目標。またそういう素直じゃない言い方する。一切合切混じりっ気のない本音よ。セガミ、こんなところで何してるの？何もしてないよ。君の準備が終わるのを待ってるんだけど。私じゃなくてネプコよ。あんな風になって時間移動に問題がないか、イストワールが調べるって。知ってるよ。私だって一緒に聞いてたし。だったら突っかかるようなこと言わないでよ。あ、そうだ。ドタバタしてたせいで引きそびれてたことがあったのよね。私、あなた変身してたわよね、サタンって子に。したけど、それが何か？何かって、かなり重要なことでしょう。あなたの記憶に関係することかもしれないし。変身なんて大したことじゃないよ。ポンコツバイクですら変身するんだし。そうだよ、あの子人間形態も入れたら三段階変身じゃない。ポンコツバイクのくせに生意気だよ。バイクは変身に数えないでほしいわね。むしろ変身できないのは君だけじゃない？え？いや、まあここにいる人間だけで見ればそうだけど。え？そんな感覚なの？セガミにとって本当に重要じゃないの？そりゃそうだよ。変身できるからって何か困るわけじゃないし、
むしろ便利なくらいだし。はあ、あなたがそれでいいならいいんだけど。あ、もしかしたらもっと変身できるようになるのかな。全部の時代のセハガールに変身できれば5段階変身だよ。ポンコツバイクより多い。でも勝ち負けにはこだわるのね。はあ、なんか私だけ真面目に考えるのがバカらしくなるわね。アイエフさん、セガミさん、ネプテューヌさんの確認終わりましたよ。あ、ようやくだね。ポンコツバイクのくせに待たせてくれちゃって。ほら行こう。はいはい。時代に行ってる間に用意しておいたんです。万が一使うこともあるかと思いまして。長いこと放置していたのでお掃除と整備に時間がかかりましたけど。前置きはいいからさ、何の部屋かって聞いてるの。あ、すみません。ここはクラスチェンジを行うための部屋なんです。クラスチェンジ？なるほど、大体わかったわ。なんでそんなことできるの、この図書館は。それはもう全ての歴史を司っていますから。それで何でも納得すると思ったら大間違いだからね。そ
そんな顔をなさらなくても。まあまあいいじゃない、できて困るものじゃなさそうだし。はい、きっとお二人の調査の役にも立つと思います。まあそうだね、とりあえず試してみようかな。決まったわね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ここに決まりね。
いしょっと。飛ぶわ。よいしょっと。よいしょ。元の時代に戻るわよ。ここに決まりね。まったくのノンダメージだよ。先制攻撃もらってね。いつでも行けるわ。闇に沈め。いっけ。そこ。こんなところで負けてられないもの。そこだ。開始ね。いつでも行けるわ。くらいなさい。くらいなさい。はーい。はーい。そこ。そこ。あたしに任せて。いいところで回ってきたかも。くらえー。
ものかしらね。ソウルズコンビネーション。私の相手は10年早かったみたいね。新たな力を手に入れたわ。ありがとう。ますます強くなっちゃうよ。バッチリよ。